はいどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日もですね、無課金弱者連合ネオさんとの、アタックね、合同対戦のアタック見ていきたいというふうに思うんですが、本日のテーマは回廊対策ということでね、今回ね、結構な数の回廊配置がありましたで、それをね、まあ、どんな風に壊していったのかっていうね、まあ、いくつかのパターンを見ていきたいなっていうふうに思います。で、まず1個目。これはですね、ネクボーからのコウモリ。まあ、要はバッドスラップに近いような格好ですね。ヒーラーなんかはいないので、まあ、よくね、一時期、まあ、大流行した、ネクロにヒーラーつけるタイプのバッドスラップとは少し、毛色が違うんですけども、ヒーラーでもなくね、アイゴリを入れることによって、ネクロマンサーがスキルトンをしっかりこうね、生み出すための時間稼ぎがよりできるという利点があります。まあ、なんで、これもこれで結構ね、強いし、パターンとしてね、この戦術は、まあ、ドバダシ系の、よくある戦術として使ってもらっても強いかなっていうふうに思います。両サイドをね、ネクロマンサー先に早めにこう出してカットした後、中心部にこうネクロがね、集まるように、ネクロマンサーの動き方を調整してますね。まあ、出す順番も少しこう、差をつけてます。ただ結構ね、両サイドにネクロが流れちゃってはいるんですが、まあ、中央にこうね、アーチャークイーンが入ってるんで、これによって結構中央心の破壊ができてます。ウォールバースターの中からはバルキリーですね。まあ、こいつらが一気に壁の付近にある施設を壊してくれると。で、こんな感じで、あとはコウモリで外周をドドッとこうね、潰していくんですが、まあ、何がこれ回廊に刺さるかっていうと、両サイドに流れたネクロマンサー見てほしいんですね。かなりの数が残ってます。これすごいですよね。こんだけ終盤においても、まあ、コウモリが出てきたパートっていうのは、まあ、コウモリが防衛壊してくれてるんで、そんなねダメージ受けることもなかったと、まあ、いうことで、がっつりねネクロマンサーが残ってくれてます。で、まあ、中心部はクイーンがいるので、まあ、しっかりねこの9つに区切られた9つかな、壁が区切られたゾーンっていうのも破壊し終わって、あとは残った、スケルトンたちがいい仕事をして全開まで行ってしまうと、まあ、いう格好ですね。回廊配置って、壁の、ね、仕切りがまあ比較的少ないので、そういうところに関してはネクロマンサーが本当に、ね、効果を発揮します。で、まあ、これは他の動画でも、ね、私何度か同じことを繰り返し言ってるので、まあまあ、もう皆まで言うなよというぐらいね、皆さんも、もしかしたら見てくれてる方はね、聞き飽きた話かもしれませんが、まあ、1個のパターンとしてまずはこれを見てもらったというところで、2つ目行ってみたいというふうに思います。2つ目はですね、これなんですね。はい、エリックさん、攻めてくれたアタックですね。で、この方も、同じような形で、ネクボを、使っていってます。ただまあヒーラーがね、入っているっていう点で、結構ね、さっきの編成とは少し毛色が違ってまた来ているかなというところですね。で、まずは食い火でしっかり と,、3次面カット。これはね、要はサイドカット用の食い火ですね。まず、こっち側のサイドっていうのを、クイーンでカットして、でここっていうのもまたネクボーでカットしてから主力のネクボーをこう中に入れていくっていうね、まあ、こういう非常にオーソドックスな攻め方をしています。まあ、回廊配置ってね、こうやって真ん中にいかにユニットを送り込むかっていうのがまあ大事になってくるんですね。なので、今回のね、エリックさんのアタックっていうのは、その、中心部に送り込むユニットの、ためのサイドカットを食い引いと、あとこっちにいるこのネクボ部隊ですね、でやってるということになります。で、ペッカーをね、先出してからのネクボっていうのがうまいですね。そうすることによって、1本目のリプレイ同様、ネクロマンサーがね、本体が撃たれないので、スケルトンがどんどん出てきて、結果的に、部隊全員が長生きするということになりますね。中心部ではしっかり、レイジを放ってからポイズンでパピーを処理、アーシャークイーンも中に入ってきているので非常にいい形ですね。エリックさんが今回多分ね着目したのはここですね。ここ配置のこの不死の部分っていうのが、壁の中がね1個しか施設がないっていう非常にこうまあ狭いゾーンになってるんですね。こんな風にで、ここさえ壊しちゃえば、あとこっちからユニット入ってきても、まあ、こっちから入ってきても全部中心に向かうだろうということでね、プランニングしたんじゃないかなっていう風に思いますね。で、最終的には、ジャンプを打って中心に入ったユニットも、全部、壁際に放出し、このままね、あとは、殴り潰して全開と、まあ、いう格好になります。
今回のね、相手の配置、村のレベル的にはカンストではなく結構ね、まあ、そういう意味ではレベル低い防衛施設だったんですけども、まあ、それにしてもね、回廊配置を、やるための、考え方としては、まあ、基本はこうですよね。両脇を潰してから中心に入っていく。でしっかり星2を稼ぎながら、真ん中が潰れればね、その後両脇とかね、こういう残ったゾーンっていうのも潰しやすいので、そこに、残ったユニットでアプローチしていくっていう感じ。非常にオーソドックスですね。で、次からはね、少しだけ起点を効かせたようなアタックを見てもらいたいなというふうに思います。これですかね。カズさんのアタックですね。こちらご覧いただきたいと思います。これから2連発でね、この配置が出てきます。タウンホール11対11のアタックになってくるんですけども、まずカズさんがやるのは、クイヒーからのペッカボーラーを使って、あえてね、このペッカとボーラーを中心部に流し込まないっていうパターンを、カズさんは、プランニングとして組んでます。これね、私はいつもこのパターンやるんですね。なんていうのかな、無理やり、中心部にユニットを送り込もうとすると、サイドカットをね、やるために結構なユニットコストを使っちゃいますんで、これすごく嫌で、常にね、外周は外周で思いっきり舞台に回らせて、じゃあこの中心部ね、どうアプローチするのかっていうと、これなんですね。このウォールバスターをこんな感じで一気に中心に流し込ましちゃうんですね。今出てきましたね、ここ。こいつを一気に中心まで持っていくというね、やり方をします。常にね、ペッカとボーラーがヒーラーにくっついて、どんどん外周を壊してますんで、ウォールバスターはね、ダメージ受ける道理はまあ基本ありませんよね。なんで無傷状態で一気に中心部に入ってきます。で、そのまま、相手のアーチャークイーンに打たれますが、まあ全然体力減ってませんのでね、まあ、これくらいはヘのカッパというところですね。で、弾けるところら辺を見計らって、ここに、クローンの呪文をかけていって、中に入れておいたバルキリーを、レイジに乗っけて一気に暴れさせます。これも保険でヒールまで打ってますけど、多分ヒールいらないですね。なくても全然、ヒールのレイジないしは、クローンとレイジどっちかで多分全然破壊できちゃうと思います。ただまあ、クローン打ったおかげで運よくね、この外回った舞台にバルキリが合流してきて、いい感じでこうシナジーが生まれていますけども、まあ、これはおそらく読んでたというよりは、偶然の産物で、ラッキーだったところでしょうね。ただまあ、今の合流がなかったとしても、まあ、確実にね、これ全開まで行ってしまう、まあ、そんなプランだったんじゃないかなと思います。この時点で呪文、レイジとね、フリーズ残ってますからね、まあ、中央に、クローンプラスの、レイジヒールですから、合計7枠ですよね、呪文。半分ぐらいをこの中心部のここに使ってたにもかかわらず、やっぱりね、壁がないところをね、ペッカボーラーがこうヒーラーくっついて走り出すと、まあ止まんないですよね。ナイスらしいですね。こんな形で全開取ることもできます。ペッカボーラーもしかするとネクロマンサーでもいいかもしれませんね。まあ、その辺っていうのは自分の、ね、使い慣れてるユニットを使ってもらうということでも、まあ、もしかしたらいけるかもしれません。さてで、残り1発これですね、見ていきたいというふうに思います。でしびしげさんがやってくれてるのはですね、ディガーなんですけども、このディガーをね、今度は中心部に送り込むと、まあ、いう手もあります。ディガーのね、ターゲットする施設っていうのは、防衛に限らず何でもなので、しっかりね、ディガーを突入させる、前後っていうかな、両サイドをカットしておかないと、ディガーがね、変な方向に逸れていってしまいます。まずは、クイヒーで、こちら上側十字面をね、しっかりこうカットしていきますね。ウォールブレイカーで壁の中に入れていって、ちょっとね、援軍の釣り方が中途半端になっちゃったんで、まあ、そこは多分、ひやりとしたでしょうが、まあこれぐらいは問題ない範囲ですね。しっかりと、レイジをかけて、相手のネクロマンサーを潰していきます。ここでポイズン使わなかったのはさすがですね、援軍本体に取っておいたというところでしょうね。でかつですね、今度は、並行しながら、8時面から、ウォールバスタープラスの、バーバリアンキング出していきますね。後ろからウィザードも続けて、火力を上げてます。この時点でアーチャークイーンがいる、十字面っていうのは結構ね、いい感じでカットができてますね。俺のね、アタックはね、結構、なんだ、相手の配置簡単そうだよな、とか思う方もいるかもしれないですけど、それにしてもね、うまいんですよね。何がうまいかっていうと、
キングとかね、ウォールバスターを出しているこのパートをやりながら、アーチャークイーンの動きもしっかり見てるっていうのがすごいですね。これができてるから、さっき援軍出てきてもポイズンなんかを使ってしっかりね、アーチャークイーンのクイヒーパートやられないようにサポートしてますよね。さらにここも同じ、まあ、バーバリアンキングはもうね、ただ走らせるだけで下にいますけども、呪文がこう2つ、上にね放たれてるの分かると思います。要はディガーパートとクイヒーパート両方ともね、並行してケアしてるっていうのがまあ分かりますよね。最後のライトニングドラゴン、これは、中心から、外周に出てきた、ディガーたちが広がりすぎないようにね、しっかりとこの外側をカットしてるということで、渋い仕事ですね。まあ、なくても多分大丈夫だったかもしれないですけど、まあ、それによって中心に入っていたディガーがこっちにこう全部流れてますね。こっちには行かせないよということでライトニングドラゴン効いてます。はい、というところでね、しっかりとこれ、最後クイヒーとディガーが合流して全開になってますね。いや、まあお見事ですね。こういう、回路配置、まあ結構ね、世界戦とかではもう見ることだいぶ減ってきたんですけども、ワンチャンね、星1位を、取らせることができる、配置なので、まだまだね、使っているクランなんかはあったりします。特にね、クラン対戦リーグとかで。まあ、そういうね、相手に対して、まあ、自分がね、今言った、まあ、4つの形を見ていただきましたけども、一番自分のね、スタイルに合うものをまずは、使ってもらうでもいいのかなっていうふうに思います。で、こういうね、肉らしい、回路配置、きちっとね、処理して、気持ちよくね、クラン対戦、勝ちにつなげていけるような、参考になれば、まあ、嬉しいなというふうに思います。相手は本日はこの辺りで失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。